新潮事件別の選手も狙われてた。ついに吉田麻也会長が勧告。今年初めに週刊新潮によって報じられた内容によりアジアカップを途中離脱することになってしまった伊藤純也だが、ターゲットにされたのは伊藤純也だけじゃなかった。2022年には伊藤博樹も狙われ報道されたが、どちらの件も日本プロサッカー選手会の吉田麻也会長が水面下で動いていた模様。そして吉田麻也会長は先日13日に次のように声明を発表した。以前著名なサッカー選手の生い立ちや子供の頃の写真などを掲載した書籍はプライバシー侵害として出版差し止めになり、損害賠償が認められています。交際に関する写真にプライバシー侵害による損害賠償が認められたこともありました。メディアや SNS、インターネットなどでも我々のプライバシーを尊重していただきたいと考えています。吉田麻也の声明が反響を呼ぶと、吉田とも親交のある今野俊明氏が X で次のように投稿した。最初は博樹が事実をねじ曲げた報道で攻撃され、ワールドカップでも誹謗中傷を受けた。次に純也も週刊誌に攻撃され晒された。その都度麻也から連絡が来て、コンさんが守ってあげなきゃと言われた。麻也自身も国会で意見したり、メディアで発信したり、守ろうとしてると吉田麻也が水面下で動いていた事実を明かした。さらに今野氏は先日の吉田の声明に対し、今日麻也と話をした。今日も感じたのは、麻也は選手会長として全ての選手のことを考えて発言行動をしている。著名人たちはただ生活してるだけでも一般人の想像を絶するレベルでプライベートを制限されている。ファンにも選手のことを考えて発言行動をしてほしいと反応した。吉田麻也選手が話してくれてるのが心強い。風向きが変わりますように。どうしても誹謗中傷が目立ってしまうけど、勝っても負けても称えるのがスポーツマンシップ。誹謗中傷は良くないけど、批判とか意見って紙一重だよな。でもそれだけファンやサポーターも熱い気持ちで応援してるってこと。週刊誌問題はありえないけど、報道の自由、表現の自由のもとにどれだけたくさんの人の人権が蹂躙されてきたかと、本当に憤りしかないです。国家権力がマスコミにメスを入れてる時点で全ての媒体が変わらなきゃいけない。日本プロサッカー選手会会長として吉田選手が国会内で訴えたという事実を重く受け止めてほしい。そして純也くんと純也くんと戦っている専門家チームの努力を無駄にしてはいけない。報道の自由とは、そもそも伝える側の利益ではなく、伝えられる側の利益のはず。私たちに誤った情報を伝えられても何の利益も生まない。生み出すのは誤解だけ。そこから抽象や誹謗が引き出される。いい加減にしてほしい。アスリートだけでなく、どの界隈でも言えることだし、嘘でも言ったもん勝ちになる今の世がどれだけ悪か。